はい、まずはこちらオリジナルバロッコの画像です。そしてこちらが今回ご紹介するバロッコプラス系エディションでございます。もうこの壁紙がね、まず違いますからね。はい、まずですね、主に、こちらキッチンじゃない方、ここを、覆っています壁紙の方が木目調となってます。右側はレンガ調です。アップで見るとまあこういった感じの、まあまだらっていうのかな、一定のこう横並びの木ってよりは縦とか横が入ったような、木材の板になってますね。まあ印刷なのであくまでもこうツルツルなんですけども、はい、雰囲気は出てます。はい、これがキッチンなんですが、キッチンの方はもうこのレンガ調、ちょっとこう汚いというか古びた、味のあるレンガですね。はい、こういったレンガが自分好きなのでキッチン部分はこれでやってます。結構遠くで見ると 3D プリントなので立体感あるんですけど、まあ、近くで見るとね、まああくまでもプリントなので、平面感は出てしまうんですが、やっぱり雰囲気はかなりいいものが出てると思います。こういうね、細かいところまでもうしっかりとこう木目と分かれてて素晴らしいですよね。こちらの収納棚の方にもしっかりと木目が貼られてます。はい、でこの上部収納の中、ここの壁は木目にしてるんですよ。下はレンガなんですが、この上の中は木目ということで、ちょっとまあこだわりじゃないですけど、まあ計3箇所とこの後ろ、ここも下はレンガ、上は木目というところで、収納の中とこの上の部分っていうのは全て木目で統一しております。すごい細かい作業ですよね。素晴らしい。まあなんといってもこのキッチンね、すごいキッチン感出てますよね。もうおしゃれな。でここを立てるとですね、まあ気づいたと思うんですが、冷蔵庫の方があそこにないのでスーパーフラットですよ。かなり、調理スペースが取れてます。もう物を置くスペースがやっぱりこれだとかなり取れるので非常にいいですね。はい、ここがですね、キッチンの収納棚が一つ増えてます。はい、これは本来あった、まあこの椅子の横っていうんですかね、この冷蔵庫部分の下にあった部分を、まあ収納の部分をですねなくして、そこに冷蔵庫を落としたようなスタイルになってます。はい、しかも、冷蔵庫もしっかりと使えるように工夫してもらってるので、今やってみましょう。まずこれね、ここがスーパーなフラットですね。はい、しかも結構、重さをかけても大丈夫そうなしっかりとした作りになってます。でこれを上に持ち上げて、ちょっと映像見切れちゃってるんですけど、上にフックがついてまして、これ止めることができます。まあこれ今ちょっと適当に入れたやつなんですけど、まあこの辺のをどかして、はい、どかしたらここですね、なんとこう折れるんですよ。すごくないですかこれ。これは、工場長さんのアイデアです。素晴らしいです。はい、アップでいきますね。上開けます。はい、で、次の天板を、まあ、こう曲がって奥に行くようになってますね。はい、これすごいよね。しかもまあね、純正だとここに冷蔵庫のシガーを挿してたんで、まあここの部分ちゃんと逃げるように削ってあるんですよ。これすごい細かくて素晴らしいと思う。はい、まあこうすることによって、冷蔵庫のこの上部部分はもう完璧に開きます。
またですね、この大きな扉の方もここをくぼみっていうんですかね、くり抜いてくれてるおかげで全開とはいかないんですが開きます。はい、これぐらい開けば自分は全然問題ないんで、これでもすごいなんかアイデアだと思います。で、この横も収納がありまして、ここにガスコンロをですね置けるようになってます。これもすごいよね、もうあるべきところにあるみたいな。はい、次、冷蔵庫を使う時のシガーなんですが、これどうやって上に行くかっていうと、このパネルの後ろ、このパネルの後ろから、こういう風に通すような形になりますね。で、ここで、シガーに接続をします。はい、刺さりましたね。で、このまま倒すと、はい、うまいことに外扉の底の隙間からこう通れるようになってます。ということで、つまり冷蔵庫の電源を機能しつつ、棚の機能もちゃんと同時に使えるように設計されてます。もう本当にすごいよね、職人さんは本当にすごい。こういう感じでね、刺してますから。ちなみにこの天板も下ろせます。はい、次、この棚なんですけども、ちょうどね、自分はこういった食器類をまとめたいなと考えてます。そもそもこの簡単な設計図を作った時、自分はここにキッチン用品を入れたかったので、14センチの幅を取れないかっていうお話をして、なんとちゃんとこう入るように取ってくれたんですよ。もうすごい、かなりすごいですね。これちょっとね、滑ってしまうと思うんで、滑り止めのマットとかが必要になりますね。はい、いかがだったでしょうか。自称バロッコプラス K エディション、 K はケンケンエディションです。はい、これはあくまでも自称なんで、自分がフィールドライフさんにバロッコの改装をお願いして、改装が仕上がったものをそう呼んでるだけなんで、製品化とかそういうんじゃないんですよ。はい、なんでフィールドライフさんに行ってバロッコプラスくださいって言っても、ってなっちゃうかもしれないけど、僕はこの車をバロッコプラスと呼びます。はい、で今回は壁紙をね、全面張り替えしてます、この居住スペースの方は。はい、まずは木目調、どうしても自分ログハウスとかが好きで、そういう家に住みたい願望があったので、まずこのバロッコで叶えてしまおうというところで木目調の壁紙をつけてますね。はい、でキッチンの方はこれもまた自分の願望なんですが、やっぱこうレンガのキッチンが欲しいんですよね。なのでそれを叶えちゃいました。はい、レンガ調のキッチン、そしてもう一個が意外と多いのかなって思うんですよ。この冷蔵庫めっちゃ使いたいというか欲しい、置いときたいタイプなんですけど、どうしてもこう物を置くスペースっていうのがなかなかね、撮影中もああどうしようみたいな時があって、1ヶ月バロッコ生活を通してこういう形にしたらもっと自分には合うなっていう、アイデアっていうのを絵に起こしてフィールドさんにお願いしたような感じなんですよ。はい、それがこの形です。先ほど 前半で紹介した、フラットテーブルキッチンのところと、食器棚っていうんですか、あとは冷蔵庫もしっかり使えると、ただ冷蔵庫をヘビーに使う方にとってはオリジナルモデルの方が絶対使いやすいです。はい、ちょっとひと手間置かないと冷蔵庫開かないんで、そういう意味ではたまに使ったり、するタイプでも冷蔵庫下ろしたくない、俺みたいなタイプの人は非常にいいレイアウトだと思います。このね、ここがフラットっていうのが非常に自分はおしゃれでかっこいいというか、
というところがありますね。はい、まあこういうカスタムっていうのも、まあ、なかなかねこうこっちとしてはほら設計図があるわけじゃないから、それをなんかこの絵とかで自分はこうやってなんか、まあ、絵に起こして設計図っていうほどしっかりしてないですよ。なんか何センチとか書いたりしてなくて、こういう感じでこういう風にしてほしいんですよみたいな話をして、まあ、それをねしっかりとも素晴らしい形に、してくれた、まあ、フィールドさん、まあ、もちろん店長さんをはじめ、工場の方々のおかげでもうすごい大満足の、バロッコプラスになりました。はい、また新しく買う人は多分かもう壁紙とかこういうのって多分相談乗ってくれると思うんですよ、うん、なんでぜひ僕の動画見て、あこのモデルが欲しいっていうふうに思ってくれるとすごい嬉しいんで、もしそうなったら店長さんに相談してみてください。多分折れないでお願いしたら OK してくれる人なんで、はい、バロッコプラスくださいと言ってみてくださいということで大変ちょっと長らくお待たせしまって申し訳ございませんでした。はい、結構ね引っ張っちゃったんですけどねはい、まあこれかなりね自分では満足できる仕様になってますので、もうフィールドさんのそういう技術とかももうすげえなってすごい思ったし、なんか見た目も違うね、全然なんか広々した感じいいよね。ということでますます、まあ、自分色に染まってきたバロッコって言えばいいのかな、うん、まあ人によって便利さって違うと思うんで、ますますこう自分色に染まってきたバロッコでね、楽しく、キャンパー生活を送りたいと思います。はい、それでは今日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。